こんにちは、コミーです。今日は顔出しです。えっ、ー、と、以前一度動画に出ていただきました若林ゆかさんを迎えて、ちょっと私の大好きな話をしようと思います。えー、まず自己紹介からいきましょう。前回の動画見ていただいた方もいらっしゃると思うんですが、初めての方もいらっしゃると思うので、 自己紹介からお願いいたします。はい。若林優香と申します。はい。仕事はですね、まあ、コーチングのコーチだったりとか、あと、こう、三名学ですね。三名学を使いながら、まあ、経営者さんとか経営幹部の方をメインに、あの、そういう伴奏していくっていうことをやってます。 はい、こんな感じでいいですかはい。<laughs> ざっくりですけども、はい。はい、はい、あの、もっと興味のある方は、ぐいぐいと質問をしていってください。うん、えっとね、前回、幸せについてみたいなことをお話ししてるんですが、えっ、ー、と、私がその、メンタルの話というか、なんか、そんなふうなお話が大好きでですね、えっ、ー、と、皆さんが、こう悩、悩むほどは悩んでないけど、こう、ちょっと、 つまずいちゃったなとか嫌な気持ちになっちゃったなっていうことが、まあ、それは人間なんであると思うんですけどそういったところでなんかヒントになるようなことはないかなということで今日の、えー、テーマを考えてみたんですけれどもその近しい人に振り回されがち私どうしても振り回されちゃうのよねって言ってあの私が悪いのかしらと思う人もいればあの人がこうしてくれればいいのにと思ったりする。 そんないろいろな思いを、葛藤を持ちながら生活している方っていうのは割と多いんだなっていうのは感じています。その辺について、ちょっとお話聞かせていただこうかなと思っているんですけれども、いかがでしょういきなりこんなざっくりした振り方う。うん。でもなんかこう、振り回されちゃうって、やっぱ多いんですかね多いでしょうね。 多いでしょうね、私も過去にはあったかもしれない。いねうん、なんかね、あのー、やっぱりこう私たちって影響し合ってるじゃないですか。ふだん、テレビとかそういう情報なんかでもそうだと思うし、こうやってお会いする方でもそうだと思うんですけど、ご家族もそうだし、こうやっぱいろんな影響ってお互いに与え合いながらいるんですよね。 うん。だし、この場ってありますもんね。こういう場っていうのも、なんでしょうね。こう、別に私が作ってるわけじゃなくて、コミーちゃんが作ってるわけじゃなくて、今、コミーちゃんと私と見てくださってる方と、今一緒にこの場を作ってるっていう感じで、なんかその場の雰囲気からの影響なんかもあったりすると思うんですけど、でもまあ、振り回されちゃうって、こう、自身が感じるってことは、もうそもそも、 不快ですよね。嫌ですよね。嫌ですよね。すごく、すごく嫌そうに感じます。<laughs> ね、嫌とか、疲れちゃうとか、うんうん、もうその嫌だなって思うってことは、やっぱもうちょっと拒否、拒否してるじゃないですか。うん。で、じゃあだったらそれに対してノーって嫌ですって言ってもいいと思うんだけれども、振り回されちゃうってことは、それを言わずに、 まあ我慢してて相手に合わせていくっていうことをしてるっれはもうだから家族だと余計に私が黙ってればいいんでしょうっていう感覚もう慣れちゃってそうするのが一番早いよね円満だよねって思いがちなんですけど、まあ、自分の心の中は全く円満じゃないという感じ。 そうですよね。ずっと我慢が溜まってきますもんね。我慢ポイントが溜まってきますよね。溜まりすぎているみたいな。ね<ー>、うん、そうですよね。うんうん、そう。だから、その、 それって多分瞬時にやってると思うんですよ。うんうん、なんか相手に何かされた時に、もう思わず自分はもう振り回されるって、うん、すごく瞬時の出来事だと思うんですけど、うんうん、ある意味反射的ですよね。うん、もう反射的な出来事に反応してると思うんですけど、うん、そこの反射的なところを、ちょっとぎゅーってね、一回広げてみるんですよ。ヨヨヨ,ヨンと <laughs>。で、広げてみると、じゃあ相手からどう言われた それに対して自分が嫌だなって思ったけれども、でもやってあげないといけないっていうところに、自分の感じたものと選択っていうのを、こう、もう一瞬でやってると思うんですけど、これ人間の脳みそってすごく損得感情でできてまして、ここに対して脳っていうよりかも、ここを合わせてあげた、振り回す。 させてあげた方がやっぱり自分にとってメリットがあるっていうのを瞬時に計算してるんですよね。でこの計算って何でやってるかっていうと過去の自分のパターンだったりここでねノーって言った時に何かトラブルが起きたとかっていうのがすごく印象に残ってたりとかすごく傷ついた思い出として残ってたりとかすると、うん、もうノーって言えなくなっちゃうんですよね。うんうん、でももっていうよりかも 自分が振り回されることでこの場が円満にいくんじゃないかっていう計算をもう瞬時にしてるわけですよね。うん。だからこう、天秤にかけて、うん、あ振り回された方が私にとってメリットがあるわっていうところで、もう認めたくないかもしれないけど、これも実は自分で選んで、あの人のせいって思ってるんだけど、自分もがそれを <laughs> 選んでるっていうことに気づけると解決の糸口が見えてきますよね。いかがでしたでしょうか今、今話してきた中で、えっ、ー、と、その自分が実は選択してるんだよっていうのを納得できない方が多分多いと思いますが、うん、遡って言うと、実は振り回されてるって気がついた時点でもう解決の一歩になっていて、気がついたから、その 自分が選択しているという視点にも気がつけてっていうところに入っていくので、うん、えとどうでしょう、この流れでもうね、すごい,すごいことを今ね、提供したんですよ。<laughs> <laughs> <laughs> ご家族との関係だったりとかもね、ありますね。そういう中で、多分振り回されているという実感がまずない方もいらっしゃると思うんです。でも、それが振り回されていると感じた時点で、次への、えー、鍵がある。 で、今、ゆかさんがお話しされた、じゃあ、その自分がオートマティックに選択してしまっている、そのその通りにやった方が円満なんじゃないかっていう、こう自動的な考えをちょっとそこで見つめ直してみると、うん、違った選択をしてみたらどうなるんだろうっていうね、そういうことをすると、なんか、え、うん、やってみたら意外とそっちの方が円満だったのみたいなこともね、うんうん、あったりという。 あの、後から、あ、振り回されたっていうことにじわじわ気づくっていうか、もうその瞬時の選択の時って、なんかもうやりすぎちゃってて、そこに自分がもう嫌だって思ってることにすら気づけなくって、なんか後からじわじわなんか腹立ってくるみたいなっていうのもあったりしますよね。はいはい。うん。それやってもうその時に自分が 鈍くなってた方が楽なんですよね。だっていちいち嫌だって不快な感情をやっぱ感じたくないから、うん、なんかこう、脇に避けたりみんないことにしたりとかもう仕方ないよって自分を説得してたりとか、うん、なんかそんな感じでそれをこう、オートマティックに振り回されるっていうことが自分の中で当たり前になってきちゃう。けど、 なんかもう後からじわじわやだなーとか疲れちゃったなーとかもうやだなーとかっていうふうにもし自分の中で思ってるのであればストレスだなって思ってるのであればやっぱここからやっぱちょっと抜ける時が来ましたよってことですね抜けるタイミングが来ましたよってことですねうんそういうポイントが来ているあなたに向けて今動画を喋ってます、うんうんうん <laughs> なので本当にこの話ちょっとピンとくる方は、うん、心当たりがあるとかっていう方にはすごく、うん、あの分かりやすいヒントになってると思います、うん、自分がどういう選択をしているんだろうとか、うん、いやその方が楽だと思ってたなとかちょっと心当たりがあれば試してみていただけるといいと思いますけど、うん、だからもう我慢ポイントが結構いっぱいになってきちゃってるから気になると思うんだよね。はい だからまだ余裕あるうちは、ちょっと我慢してあげればいいや、ちょっと我慢してあげればいいや、なんだけど、もうほら、だんだん年も重ねてきたし、自分にもゆとりがなくなってきたり、体力も落ちてきたりっていうと、いやもう我慢限界ですみたいな、いっぱいですみたいなところに来ちゃったら、もうそのやり方ずっと繰り返してたら、もういつか爆発しちゃうから、ちょっと病気になったりとかさ、なんかね、 本当にうまくいかないことが起きたりするから、そろそろ、もうその考え方とか、その選択もやめた方がいいよねっていう、お知らせですよね、自分が苦しくなるっていうことは。ね、みんな頑張り屋さんだから貯めちゃうよね。<laughs> あの、真面目だったり、優しいく、優しいとかね、頑張り屋さんとか、相手のこと思えば思うほどっていう感じで、いっぱい貯めちゃうと思います。うんうん。あの、 溜まっても景品はありません。<laughs> なので <laughs>。<laughs> ね、溜まっていいことあるならね、溜めてもいいけすけど。うんうん、あでも、溜まっていいことあるって信じてた人たちもいるから。多分そうなんじゃないかと思うんですよね。ね苦労すればするほど、なんかいいことあるとか、私が我慢すればするほどいいことあるとか、うんうん、それを信じてやってる人いっぱいいると思う。はいね、苦しいんだったら、その生き方、うん 考え方もっとやめる世界もあるよってことですよね <laughs>。いや、本当にいくらでもあるっていうことですね。ちょっと最近、あの、一部分で、えー、話題になっていた黒金っていうのがあるんですけど、えっ、ー、と、マヤ歴、私、しっかり学んではいないんですけれども、ちょっと興味があって見ているぐらいなんですが、黒金を背負ってる方っていうのが割といらっしゃるんですね。で、 黒菌っていうのは、マヤキのこうマニュアルとかを見ると、人に影響を与える人というようなことが書いてあるんです。で、黒菌のそばにいる人っていうのが、すごく、黒菌の人をなんかこう、どう扱っていいかわからないみたいな、すごくそんな感覚を持っている場合が多いんです。でも、そういう話をすると、今、黒菌の方も聞いてると思うんだけど、あ、私、影響を与えすぎてる。 私ダメなんだって思っちゃうかもしれないのでちょっとその辺の黒金の話を私もラジオでしたりとかしてるんですけど人に影響を与える今振り回されるの話から与えるっていう振り回すことがいけないわけではないんだよっていう話をちょっと黒金でしたいと思うんですけど振り回されたから自分のその我慢ポイントに気が付けたということがあるので その黒菌さんが人に影響を与えるような言動だったり、行いだったり、関係だったり、そういったところから気がついたことがすごいギフトになって、それがヒントになって自分の癖を見つけられるというところがあるから、前にも言ったんだけど、黒菌さんはもう黒金さんらしく自分を抑えることなく 影響を与えてくださいって私はお願いしているんだけど、今の振り回されるっていう話から来ると、黒金黙っとけみたいに聞こえてしまうから、ちょっとそこが気になって、黒金っていうテーマで、いかがですか急に黒金を振ってしまったあれなんですけど。うんまあ、私、前ある日本当によくは分かってないんだけど、なんとなくしか知らないけど、 結局それも、なんかこう、役割じゃん。役割を演じてるっていうか、多分そういう運命なのか宿命なのか背負って生きてきた、生まれてきたってことは、今回そういう体験をしますよっていうことで来てるんだよね、きっとね。うん。だからまあ、だったらそれで、えっと、両方体験してると思うの。その、 それだから自分を責めるっていう体験もしてると思うし、でもそういうところからその解放するっていう体験もしてると思うし、なんかその両方多分体験するっていうのが目的だと思うんだよね。で、もっともっと上の上の俯瞰した世界から見てると、それすらも単なる役割というか、役割として演じてる、黒金を演じてる。 黒金な,もうなんだって思って演じてるっていう世界があるじゃないじゃあ自分が黒金じゃないっていう人は、じゃあ振り回される役柄を演じてるっていう、その役割分担してると思うんだよね。じゃあ主婦の方だったりすると、じゃあご主人の何かに振り回されるとか、子供さんの何かに振り回されるとか、その母親としてとかっていうところの こちらは子供としてとか夫としての役、なんていうのかな、役を演じてる感じ。うんうん、うん。だからそこに囚われるもよし、でも嫌だったら囚らわれなくてもよし、うん、でもそれが自分が楽に生きるヒントになるんだったら、全然活用してもいいし、もっと言えばそこは単なる役割分担だから、もっともっと自由にしてもいいよっていう感じなんですよね。うん。 そうなんクロキンさんもクロキンさんじゃない人もみんな自由に自分がいいと思ったこと自分が信じる道にというか自分が信じる選択だからさっき言ったその振り回されてしまう選択をし続けてもいい自分が何を選択するかを決められる自由があるというそう自由ありますね そう、それって全部自分が、まあ、ある意味の、お望みかなってますからね。この現実、今の状態っていうのが、やっぱり心の中の選択の表れですから、あの、これいいやいやって言ってても、真相心理見ていくと、ここの今の状態っていうのが100%自分が望んだ形なんですよね。うん。だからやっぱ、それを選んでるってことは、 自分が望んでるし、この状態が自分にとっては居心地がいいって言ったらいいですかね。なんかぬるま湯かもしんないけど、でも、それでも居心地がいいだって違うところに行くの怖いからとかね。違う選択するの怖いから。今までと違うところに身を置くのが怖いから。だから、このまま行った方が自分にとっては安全だし、 うん、安心だし、居心地がいいよねっていう風にに留まってるっていうことは、すごく往々としてあると思います。うん、うん。そう。だけど、いやいや、本当どうしたいのどうしたいのっていうところに、自分とどん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 自分の純度が上がるとかいうかね、うん、自分と,つのとのつながりがすごく強くなっていくと、 いやいや、ここにいるよりも、私、こうしたいとか、ああしたいとか、あれやってみたいとか、ここチャレンジしてみたいとかっていうところをがどんどん湧いてくるようになると思うんだよね。我慢してなかったら、抑えてなかったら。なんから自分がそうやってワクワクするとかね、楽しいとか、あと、本当の意味で穏やか、その生、ぬるま湯のなんか心地よさっていうよりかも、本当の意味の気持ちよさっていうところに行っても、うん いいんだよ、ねうん、あのこの私の、えっと「突然どうしたの?」と思われる方がいるかもしれないけどこの動画も私もいろいろ考えながら、うん、手芸のチャンネルじゃないのって言われるかもしれないけど、うん、私がこういう話が本当に好きででここ最近もまた考えてました本当にあなたは何がやりたいのかっていうところで、うん、やっぱり この話は抜かしては生きていけないなっていうことを思ったので、うん、あの、興味のある方は聞いてもらえるでしょうし、こんな話、こういう話聞いたことなかった、知らなかったけど、あ、そういう世界があるのって、うん、興味を持ってもらえたら、もっといっぱいしましょう。こういう話。私好きなんで。うんうん、なので、こういう動画を出してみたっていうのも、えー、とチャレンジ、興味というところに、 こう自分と繋がったというか、自分に問いかけて、こういう結論っていう感じなんですよ。なんかこう、結構、ま、世の中厳しかったり、他人の目とかも厳しかったりっていうのもあるかもしれないんだけど、こういうのっていいんだよねって言える仲間がいたら、すごく心って楽になると思うんですよね。うん。でもこういう、その、 心の仕組みとか、その、なんだろう、世の中の仕組みみたいなのが、なんとなく分かってたら、そういう自分も OK だし、そういうことをしてる誰かも OK だし、なんか別にそこにこう腹が立ったりとか、羨ましいとか、なんか私ばっかりみたいな気持ちがなくって、本当にこうね、その解放できた状態、自分そのまま、ね、OK って思えるじゃあ、 それを認めた上で受け入れた上でじゃあどうしていきたいのってところをに気づいてほしいですよね。自分の面白い感覚っていうのを大事にしてもらいたい、うん、そういう自分もいいよねだから周りにいる面白い人たちもいいよねって思い合えるっていうのはすごくこう平和な気持ちになるというか、うんうん、なんかねかなんか。 本当は一人一人がリーダーなんですよ。うん、うん、うん。だけど、ただのその役割分担で、じゃ会社だったら社長がいて、部下がいてっていう、ただ役割分担してるだけなんですよね。家族だったらご主人がいて、私ね、奥さんがいてっていう役割分担で、本当は一人一人がリーダーで、別にこっちが上とか、こっちが下とか、そんなのじゃなくって、 みんなただの役割分担だし、その役を演じてるだけだし、うん、で、あ、そう、あとね、い個こね、なんかね、自分のが幸せになっちゃダメって、勝手になんか背負ってる人っているの。これ私、昔、自分もそうだったんですよ。私、あの、子供が小さい時に離婚してるから、で、時間が経った時にね、あの、まあ、あ 自分の忍耐力が足りなかったなとか、そんな自分も責めたりとか、あとね、元の結婚してた旦那さんとかご家族に悪いことをしたかもって自分を責めたりとか、子供に、あ、お父さんを奪っちゃったわって自分を責めたりとか、あ、こんな私って幸せになっちゃいけないって勝手に十字架背負ってたのね。だからなんか知らず知らずのうちに、 なんか自分は苦労するような選択とか、自分が我慢するような選択とか、自分が幸せにならないような選択をしてたんですよ。で、これってでも本当にもっと掘り起こすとしていくと、だんだん掘っていくと、だいたい、まあ、9割9分お母さんなんですよね。小さい頃にお母さんがなんか自分が幸せに、 お母さんを幸せにできなかったとかね、お母さんを笑顔にさせてあげられなかったとか、逆にお母さんを復元にさせちゃったとか、お母さんを悲しませちゃったとか、そんな自分をなんかダメってどっかで根底的にすごく否定してて、そういう自分になんか変な十字架背負わしちゃって、なんかお母さんかわいそうで私だけ幸せになっちゃダメとかね、なんかそうやって苦しんで生きてる人って、 多多いと思いいいとと思思まますすお母さんの話はピピッとくる方多いと思います。で、うん、今感じてなくても、後で、あ、そんなこと言ってたなって、いうこの動画の中で、一番引っかかってるのこのお母さんの話の方が多いかもしれません。はいうん、そんな方は、 実はそこが一番近道というか、うん、あの、日々の起こるいろいろなことよりも、うん、お母さんのことをクリアしちゃったら、全部なんか悩みじゃなくなるってこともあるぐらい、うん、お母さんの話にヒットされた方は、ちょっとお母さんとの関係とかね、うん、考えてみると、なんか、すごいヒントが見えてくるかなという感じがします。うんうん、なんか、またうるうるしちゃって、<laughs> なんか、<laughs> <laughs> あの、なんか、自分も昔そうだったなとかね、あと、 私がね、お話を伺う方でも、やっぱそういう風に自分が幸せにならない、なっちゃダメって決めてる人って結構いる、いらっしゃるから、いやいや、その十字架勝手に自分で背負ってるから、うん、下ろして大丈夫ですよって感じ。うん、だって、それ背負ってさ、人のことを恨んで生きていくぐらいだったら、それを下ろして自分が幸せになった方が、もう自分も周りも絶対幸せに、 なるもんねその方がみんなハッピーだもんねうん本当にだから自分を幸せにするということに一生懸命になれば、うん、みんな幸せなんですよね、うん、世界平和ですみんなが幸せになる自分をまず幸せにしてあげましょうという、ね、そういうお話ですねまずは自分だけど自分だけって思わないで私も私を含む相手なんですよね 振り回されてる時って私は犠牲になってて相手の人だけを幸せにしてあげててでもなんかそれをすることで自分の価値を見いだしたりとか自分のこといい人って思ってもらったりとか嫌われないようにとかいろいろそこになんかメリットがあるからやってると思うんだけど、うん、でも自分が犠牲になってる時点でそれはどんどんやればやるほど破滅に向かうっていうか自分がいつか壊れちゃうから だから相手だけを助けてあげるんじゃなくって私と相手がいい状態っていうところを模索していくときっとそのノーっていうこともよしだしゆとりがある時はでもこうしてくれたら私はできるよっていう逆の提案をしてもいいと思うしなんかそんな形で2人でこうねもしお相手がいることだったらコミュニケーションを取っていくっていうのが、うん、なんか それって相手ともちゃんと繋がっていくことにもなると思うんですよね。うん。だってその場は一緒に作ってるからね。うん,うん。うん。振り回されてるって思ってる時って、うん、あいつのせいって思ってるけど、うん、この関係性、この場を作ってるのには自分も加担してますから、うん,うん。うん。一緒に作ってるから、自分も、自分が変われば、この場も相手も変わってきますから。はい。そんな感じなんですけど。 何か伝わったでしょうか私はビンビン伝わっていますが <laughs>。<laughs> <laughs> えっと、こういうようなお話を、えっ、ー、と、私は、と若林由香さんともう一人、田村さんという方がいらっしゃるんですけど、うん、お二人で、えー、とセミナーを、えー、開催して、まだ開催中なんですけど、私、ゼロ規制としてそちらで、 こう一緒に学び合うというんでしょうか。感じ合うというか、うん、そういった場を持っています。うん、で、その1、えー、期生、次回の受講生というんでしょうか。その募集が始まっておりまして、えー、こういった話に興味のある方、こういう世界をちょっと覗いてみたいという方なんかは、うん、ぜひということで、今回ちょっとお知らせをしたいと思って動画にしております。うん、えっと、申し込みはもう始まっておりまして、うん えっとね、8月の26日までは、えっ、ー、と、料金の、うんと、早割というのがあります。その日までに申し込むと少しお安くなっています。うん、で、えっ、ー、と、開始、受講の開始が9月7日からということで、えー、3週間に1回というペースで、えー、セミナーが継続されます。この継続が、ね、全8回ですね、うんはい。全8回ということで、ちょっと長期間ではあるんですが、うんうん この長期間に意味があるということなんですが、セミナーについてもお話しします。そうですね。はい。ね、でも、コミちゃんゼロ規制で入っていただいて、こう、コミちゃんが感じられたじゃないですか。こう、覚醒っていう言葉でいいんですかね。あの、あ、全部、この仕組みに気づいちゃったじゃないですか。<laughs> はい。うん。なんでこういう仕組みなのかとか、に気がついたと思うんですけど、どうですか あの、ラジオでちょっこり話したりもしてるんですけど、うん、その、いきなりその話ってなかなか、えっと、伝えにくいということもあるんだけれども、うん、うん、とね、感じたからといってずっとその状態ではいないんです、もちろん。一瞬感じて、うん、ああって思うけど、うん、でも別に普段の生活の中、今までと変わらなく、こう、波があるっていうのはもちろんあるし、うんうん、波がある中で自分の状態を 見る方法を知ったみたみいな、うん、そ,うそれがあるだけでちょっとその抜け出すのが早くなったとか苦しむのはもちろん苦しむんです悩みもあるし、うん、その時に深く苦しまない前に手前で自分で気が付けるみたいなことはこれは、うん、是非お伝えしたいなと思いますね。うんうん なんか、私が自分で気がついて、なんか自分が本当に一番楽になったなって思ったのは、自分のこと責めなくなったことが、すごく楽になったんですよ、自分はね。ここ、これに気がついて。うん、うん、なんか、今まで全部私が悪、なんかやってはね、あ、あんなこと言っちゃったとか、こんなことやっちゃったとか、私が悪かったとか、もうなんかね、後悔とか反省がすごくって、 ね、どんどん自分のこと責めてて、それで余計にね、落ち込んでいくっていうことをやってたんですけど、なんか、あ、私のこと責めなくていいんだっていうのに、腹の底から気がついたんですよね。うんうん、あの、私が悪いんじゃないんだ。そして、あの人が悪いわけでもないんだっていうところが、うんうん、ね、これ、最初聞いたときわかんないかな。誰、悪い人誰もいなかったっていうのに、気がつけただけでも、 もう、あの、戦いから降りた感じなんですよ。うん,う,んうん。うん。争いごとから降りた、その場から降りた感じなんですよね。うんうん、だから、それだけ、そこに気がつけただけでも、随分、なんか、楽になった感じがあるんです。<laughs> あの、何ていうかな、我慢して、うんと、達観するのではなくて、うん、もう、そもそも降りるという、その場にいなくなるっていうのが、 勝ちも負けもなくて、うんうん、なんかそのゆるっとした感じっていうのかな、うん、そういうのが楽、うんうん、になるっていうことなのかなっていう感じでしょうかね。自由な場だよね、なんかね、うんうん、本当の真の自由って言ったらいいですかね、なんかそういう感覚を なんか常にそうはいられなくても、それを知ってるだけでも、抜け出すのは早くなるし、物の見方がかわ、うん、変わってくるし、心の中が穏やかになりますよね。うん。うん。あの、穏やか、穏やかっていうのが、あの、私の中では、その退屈っていうのとちょっとこう、類似しているような感覚があったんだけど、うん、それとは違う、退屈ではない、うん、 穏やかっていうのも、ちょっと私今回感じてて、その退屈を感じるとなんかやっぱ動かなきゃってなっていたんだけど、その退屈じゃない穏やかっていうのとかをね、感じると、逆に穏やかなんだけど、チャレンジしたくなるっていう。穏やかだからチャレンジしたくなるなのかな。うんうん、なんかそういった。リりができるのかな、心の中にね。 なんかそういうことがあるんですよね、うん。でも世の中の大半の人たちはそこに気がついてない方が多いからこれ気づいたらすごく楽になると思うしなんかめっちゃいいと思う。<laughs> <laughs> あの本当にこれをなんていうか私もこういうお話が好きだからいろんなところで聞いたりするんだけど、うん、やっぱりね 実感として分からないっていうのが正直なところで、なんとなくはその話を聞いて、ああ、なんとなく分かるけど、自分がやっぱり体感しないと、うん、ああなのかな、こうなのかなっていうので、うん、結局分からないままなんですよね。だから、そこに完全に分かったまではもし行かなかったとしても、うん、ちょっとでもその近づけて、うん、あっっていう一瞬とかがあると、なんかすごいその先大きく変化していく気がしますね。うん 頭で理解するもんじゃないからね。はい。なんか体験体感なんですよね。いやそうするとなんか、うん、あみたいなね。ここがこう言葉で伝わらないから、<laughs> このエネルギー感で感じてもらうと嬉しいなと思うけど。うん うん、こういうコラボをしているときには、やっぱりゆかさんと私のエネルギーが混じり合って、このお話しながら、うん、私もゆかさんもすごい楽しくやってるんですよ、この話、実は。なんか。うん、で、うん、そういう楽しい。もうこういうことばっかだもんね、考えてるそういうのを伝えたいので、<laughs> そこ、うん、あの、何言ってるか全然わかんないという方もいいと思うんです。この私のたちの、なんか楽しそうな空気だけでも伝わっていただけたら、うんうん、それどんなセミナーなの っていう感じのところから、うん、本当に興味があれば申し込んでいただくっていうことで、いいと思うんです。うん、全然わかりません。私、そういった話、本当にない、うん、したことないんでっていう方でも、うん、面白いな、面白そうだなと思った方は、あのうん、下にね、あの URL 貼っておきますので、うん、説明の文章とか読んでみて、それでもわかんないかもしれないです。あの そういった言葉をあまり聞き慣れてない方は、何のこと言ってんのかなって思う方もいると思うんだけど、うん、そしたらまたこの動画見てください。うん。あ,<う>あとこう、クラブハウスもたまにやってるし、はい。クラブハウス持ってる方はぜひそこからも生の感じを伝わると思うので、うんうん、そういうなんか雰囲気、 雰囲気を感じていただいて、楽しそうだなって思う方が共鳴してると思うので、うんうん、今チャンスか。そう。なんか気になるでいいんですよ。うん、なんち気になるでいいですはい。なんとなくでいいんです。だから理由はいらないと思います。なんとなく、うん、あ、なんか、なんか、えって、ちょっと気になるとか、楽しそうとか、うん、そんなことでいいと思うので、うん、あの、興味のある方はぜひ、あの、下のページを見てみてください。そして申し込みも、ぜひ、うん、あの、 えっと、先ほどね、自己紹介の中で、その経営者さんをお相手にしているというお話だったから、皆さん、え、普通の主婦の人はいいのって思っちゃう方もいら、いらと思うんですけど、えっと、私、普通の主婦なんで、あ、主婦じゃないんだ。主婦の概念やったんだ。<laughs> 主婦は結婚してる人なんだ。だから私は一おばさんなんですけど、ううそういう人あ、じゃあ私が主婦です。<laughs> <laughs> なので、あの、全然そういった縛りがない、うん だから逆にいろんな人がいて、そこで出会う顔ぶれもいろんな方がいるっていう。うん、でも人間としては同じ思い、うん、同じ感覚を持っているっていうのが逆に、うん、あの感じやすいのかな。うん、主婦層っていうとやっぱりこう主婦って感じになっちゃうんだけど、うん、全然こう境遇の違う方たち、役割の違う方たちがこう集まってくると、またあの、 感じるものが違うのかなと思ったりもするので。うん、人間関係とか悩、人の悩みって、ぶっちゃけ一緒です。みんな一緒です。あの、ただ、登場人物が違うだけ。背景が、ドラマの背景が違うだけで、人の悩みはみんな一緒です。はい。うん。はい。ぜひ、はい、一緒に仲間になってくださいって感じです、ね。<laughs> <laughs> こういうことを知っている人が増えていくっていうのは、こういう話がしたい時にはしやすくなるというのもあるし、うん、こういう感覚の人が増えると、うん、まあ必然的に争いが減るっていう、うん、あのちょっとわかりやすい言い方をするとね。うん、ってなると、これが広まっていけば、例えば、一家に一人こういう人がこうポーンって出てきた場合、その人に ご家族も影響されていくと思うんですよね。うん、そうやってこう広まっていくっていう、うん、あの感覚が、うん、うん、あの私楽しそうだなと思ってます。うん、そんな風にいい,いい環境、楽しそうな環境、うん、そう,、うん、そう誰かを責めたり責められたりっていうのが分かってる人同士だと、それがもうそ,そんなの幻想っていうのがわかるから。 そんなことしなくなるよね。誰かを責めたり、避難したり、逆に責められるんじゃないかっていう恐怖もなくなるし、だから、そ、こうこをわかってる人たちが増えたら、そしてこのコミュニティがこうやって広がっていったら、なんか、まあ、もちろん私たちもすごく行きやすいし、ね、その中にいったら自由ですよね。で、うん。 でも、そういう人たちが増えていけば、普通に日常の中もそうなっていくから。そうなんです。そういう、そういうお知らせでした、今日は。<laughs> はい。で、もう一回言っときます。最後に、えー、と下に、うんえー、セミナーのページは、えー、リンクを貼っておきます。うん、それと、若林由香さんのツイッターのアカウントも貼っておきます。で、先ほど言ったクラブハウス、えー、と使ってる方はどれぐらいいるかわからないですけど、そちらの情報も。 えとゆかさんのツイッターから情報が得られますので、うん、あの気になる方はゆかさんのツイッターフォローしていただくといろんな情報がそこから、うん、えセミナーの情報もそこにあったりしますので、うんはいそち,らからみちゃんもクラブハウスゲストでね時々喋ってくれてますもんねはい <laughs>、はい、なので気になる方はクラブハウスだったら本当にあの、ね、声でしゃ聞けたりするしお手軽に聞いていただけたりもするので、うんうん うん、あの、持ってる方は、アカウント持ってる方はぜひ聞いてみてください。遊びに来てください。はい。はい。ということで、えー、今日もありがとうございました。ありがとうございます。また、よろしくお願いします。よろしくお願いします。はい。ありがとうございます。では、じゃあねー。じゃあねー。